安岡マサツは、日本の幼名学者、哲学者、思想家。旧制第一高等学校、東京帝国大学法学部政治学科卒業。近畿学院の開学、国医会、私有会の創立など、日本主義の立場から保守派の長老として、戦前戦後にわたって活躍した。現在の大阪府大阪市中央区長堀において、祖法家の父、堀田と母、 エツコの4、男として誕生。ホッタ家は、尾張の出身で、騎士の流れである。実刑2、高野三婚号工寺、第403世イザスのホッタ深海がいる。1904年、大阪市芝神城小学校入学。4初大学から所属を始める。1910年、草加小学校を卒業。旧政治上縄手中学校入学。 1916年に卒業するまでの5年間、歩きながら、書を読んで電柱にぶつかったり、牛に突き当たったりしたという伝説が生まれる。中学校では、剣道部に所属。また、近所の春日神社神館の浅見安斎に見出され、監視に親しみ、さらに、ヤギ藩大三次であった、養命学者、岡村徹より感化を受ける。史上縄手中学卒業後、 高知県貫族氏族で、東京在住の安岡森寺の子養子となる。安岡は、母親戦争の際、近藤勇を捕獲し残首した孔明で知られる、と左藩氏、安岡良介の孫にあたる。第一高等学校第一部兵類に、主席で入学し、卒業。1919年東京帝国大学法学部、政治学科に入学し、君見学派の憲法学者、 上杉新吉に指示。1922年、東大卒業記念として執筆し、出版された、王陽明研究が反響を呼ぶ。大学卒業後に、文部省に入省するも半年で辞す。皇居内に設立されていた、社会教育研究所に1923年、帯春都市の混成により出向。関東大震災の後藤研究所の組織再編に、再試。 学官研教授となり、教育部長を兼任する。同年、東洋思想研究所を設立、当時の対象デモクラシーに対して、伝統的日本主義を主張した。また、拓殖大学東洋思想講座講師となる。傍ら、日本精神の研究、天使論級管理論などの著作を発表し、一部、家族や軍人などに浸水者を出した。1924年には、区内大臣、 牧野信明と対談した。1927年、堺忠正の援助により、近畿学院を設立し、1931年には、三井や住友などの財閥の出資により、埼玉県に日本農士学校を創設し、福岡県でも福岡農士学校が設立され、強計運動に乗り出した。近畿学院は、軍部や関財会に支持者を広げていき、 1932年には、日本主義に基づいた、国政改革を目指すとして、堺や後藤文夫、近衛文マロらと共に、国議会を設立し、新官僚の本山となった。同団体から、斉藤や岡田寮内閣に、後藤や吉田茂、広田幸喜ら会員が入閣したことで、世間の注目も集まったが、一方で政界の黒幕的な見方も強まったため、2年後には、 解散に追い込まれる。その間、1933年2月1日、国会帰還し、国会長に特納協会の結成を掲載する。理事長は、坂井忠正。近畿学院などを通じた、協家活動は続けられ、2.26事件の首謀者、西田光蔵に影響を与えた一人とも言われる。北一期や大川周明の名をあ者の会員でもあった。八代六郎。 山本五十六、小解石などと進行があり、第二次世界大戦中には1944年より、王党は小顧問として外交政策などに関わった。1945年8月15日の終戦の勝直を参集する。終戦後の1946年にかつて安岡が創設した近景学院や日本農牛学校等の各団体や学校は連合国軍。 最高司令官総司令部により解散を命じられ、財産は没収。安岡自身も大東亜商法職を理由に公職追放される。1949年、私有会結成。機関紙、私有の発行による時代の指導者の育成や、全国各地をめぐっての講演、さらにはラジオによる講話などを通じた、東洋古典思想の普及活動を行った。 1950年10月の公職追放令、第一次解除に該当し、公職追放を解除される。1951年、吉田茂総理県外務大臣と対談。政財界とのパイプは保ち続け、自民党政治家のアドバイザーとして、主に東洋最小学、帝王学を解き、彼らの精神的指導者、影のご意見番、首相指南役の位置にあった。 1954年6月1日を期して、私有会を全国私有協会と改め、ここでの活動を中心に、陽明学を基礎とした東洋思想の普及に努める。1958年には、岸信介、安倍健貴、木村徳太郎らと共に、新日本協議会を、結成、安保改定運動や、改憲運動などに関わった。東洋古典の研究と、 人材育成に尽力する一方で、体制派右翼の長老としても政財関会に影響力を持ち続けた。全国私有協会は遺言もあって解散したが、各地域の支部がそれぞれ独立した団体として活動を続け、その思想を継承している。1975年戦災が死去、次男次女があった。1983年、細木和子との再婚騒動があったが、 安岡の死後に婚姻の無効が調停される。1983年12月13日成居。去年85。葬儀は1984年1月25日に、青山葬儀所で、葬儀委員長に、岸信介、同副委員長に、稲山義弘、大月文平、田中秀夫、委員に、荒井正明、江戸英雄、平岩外氏によって執行。 政界からは、当時の首相の中曽根をはじめ、田中、福田、鈴木の各歴代首相が、並び中華民国の馬樹齢、韓国の僕大春投降官の三列、改装者は二千猶予であった。安岡には、政界だけでなく、財界にも多くの浸水者がおり、三菱グループ、近鉄グループ、住友グループ、東京電力など多くの財界人をも指南していたと、される。 戦前にあっては、血命団事件に、近畿学院の関係者が多く連座したため安岡も一時間用、疑われた。井上西章は、血命団事件の検挙の発端は、近畿学院への波及を恐れた安岡が、当局に密告したためと、戦後に証言している。また安岡が、5.15事件や2.26、事件の首謀者の一員とされる、大川襲明や北一期と、 東京帝国大学時代に進行があったことから、これらの事件への関与を指摘する向きもあるが、安岡自身はこのことについて何も語っておらず、現在ではこれらへの関与を否定する見方が一般的である。一方で特に海軍関係者との進行や、大東亜蘇顧問としての活動が挙げられるが、具体的に何に、どこまで関与したかは、ほとんど明らかにされていない。戦時中から、 すでに政治家や右翼活動家に影響力があったため GHQ より先犯容疑がかかったが中華民国の蒋介石が安岡ほどの人物を先犯にするのは間違いだと GHQ を説得し逮捕されなかった。戦後にあっては自民党政治の中で東洋最小学、帝王学に立脚し実践的人物学、生きた人間学をもとに多くの政治家や 財界人の精神的指導者やご意見番の位置にあった。安岡を信奉し、使と青井として知られる政治家には、吉田茂、池田隼人、佐藤英作、福田武雄、大平正義など多くの首相が挙げられる。岸信介以降の歴代首相に、施政方針演説の遂行を依頼されていたと言われる。長年の親友であった、政界長老の日田拓じの追悼集の表題。 公然録は、安岡の案によるものであり、日だとの思い出も綴られている。また、第二子になった弟子に、林大官がおり、改装記を出している。晩年陽明学に傾倒した、三島幸男は、受決の2年前の1968年5月26日付で、安岡に手紙を書いている。この手紙では、当時入試困難だった、安岡の著作を、伊沢木根丸を通じ、 安岡本人から送ってもらったことへの謝辞を、先生のような真の学問に学ぶことのできる幸せと言い表すとともに、朱子学に傾倒する江藤厚子や空医学に傾倒する丸山間男への批判が述べられている。三島の実決後、安岡は、新聞が論評した三島流の治療合一を、動機の純粋を尊んで、結果の遺憾を問わないなんていう、 そんなものは学問でもなく真理でもないと批判している。一方、三島個人については惜しい人物であった。もう少し早く戦士に触れていたら、と述べたという。1990年に、竹下登が記者会見で示唆したところによると、平成の言語の発案者と言われている。いつか昭和が終わったら次は、平成というのはどうだろう平和が成り立つという意味だと、生前。 安岡自身が平成の言語を考案したということが一般的に広く知られている。しかし、言語制定時に内閣内政審議室長だった的場順造は、これは事実に反しており、平成を考案したのは山本達郎先生です。日本学士院で初めてお会いした時、これはいい文章だと思うんだけどな。これとこれを合わせるとこうなると、その場で、 平成を示されました。平成は安岡正サ先生の案だと誠しやかに言う人もいますが、事実ではありません。亡くなっている人の案を採用することはないのですからと証言している。また、安岡は GHQ による 3S 政策の存在の可能性を著書、運命を作る、人生君、中で唱えている。ありがとうございます。